チタン18 Games。 はいどうも、チタン18です。今日もギャングスターベガスやっていきます。昨日のデストルコ WXL、 そしてあのアサルトハードタイムのね、世界ランキングのね、動画に引き続きもう全部立て続きに撮っております。はい、でアサルトのおかげでね、お金も貯まったんで、早速ね、最強の戦車と言われているフィーバーを手配したいと思うんですけど、とりあえずまずこれも王冠マークがついてますね。これ戦車系でね、今ここの普通のオリバに出てるので、王冠マークついてるの多分この MC4 ファイアーストームだけだと思うんですけど、このねフィーバー、そしてこのデストルコ WXL もね、王冠ついてる車となっています。でこの王冠ついてるのって何なのかっていう話なんですけど、あのそもそもレベルが存在しないんですよ、王冠付きの車たちっていうのは。このね、普通の車はこうやってレベルがあるんですけど、王冠付きの車はもうレベルがないんですよね。だからレベルマックスっていうことなんでしょうね、多分生まれながらにしてのレベルマックスみたいな。で基本はこの色がね選べないことが多いんですけど、フューバーは結構選べます。3でこれが通常の色です。このこれがね元々の色、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 となっていますね。はい、12色ですね。はい、でまあ個人的に俺この色か、でもこれもかっこいいですよね。じゃあ今日これでやりましょうか。はい、手配します早速。で、あ、そう、手配料は80万です。今見てもらった通り。まずは大きさ、だいぶ大きいです。で、あとこの車重くて、あと重いと弾薬が無限になる。で、まあ時速は115キロ。スピードマックスなんでね、これが最高速です。で、115キロで 5.57 秒で最高速まで達します。これ全部ステータスマックスの状態です。はい。で、ずっとこの車ね、僕武器一つだと思ってたんですよ。このいきますよ、このね、これマシンガン、めちゃくちゃヒートアップが遅い、めっちゃ撃てるこのマシンガン一発だと思ってたんですけど、一つだと思ってたんですけど、実はもう一つ武器がありまして、普通なんか武器二つ搭載とか書いてあるからね、気づかなかったんですけど、おっと、なんだ、スリップしてる、おっと、よし、こっちにね、もう一つ実は武器がありまして、でこれが何なのかと言いますと、こういうね、わかるかな、ちょっとわかりづらいな、これちょっとね、もうちょっと、あんたたちどっか行きなさいよ、よっ、あ、そう、これで多分分かりやすい。めっちゃ連射できる、もう爆撃の嵐ができるんですよ。ほらすごくない、これ。でしかもめっちゃ遠距離まで届くんですよ。でこれやばいでしょ、この迫力が。あ、降りちゃった、なんで、すごくないこれ。すごいでしょこれ。でね、ヒートアップもね、めちゃくちゃ遅い。昨日のね、デストルコの動画見てもらえば分かるんですけど、デストルコは3発でね、ヒートアップになっちゃうんですけど、こっちは全然ヒートアップしない。ヒートアップしてもね、治りが早い。で、この一発一発はね、そんな大した威力はないんですけど、なんせこんなに連射できるから結局ね、ものすごい威力になってる。で、しかも普通に人は一発でね、倒れるんで。で、しかもこの迫力よ。やばいでしょ。でね、やっぱりこれもね、普通に使ってるとすぐにやっぱり壊れちゃうんで、ちょっとね、無敵チートをかけていきたいと思います。無敵チートのね、かけ方は下の動画からね、見てください。そちらでご紹介しています。短い動画なんで、ね、パッと見れると思います。では無敵チートをかけていきます。はい、無事無敵にすることができました。でね、言い忘れてたんですけど、これ上に AI ロボットが乗ってるんですよ、ご覧の通り。こいつがね、敵をね、見つけてもうオートエイムでね、撃ってくれるっていう
そういう設定ですね。でね、これ前にねバンパーがついてて、そのせいでね普通に走ってたら車を踏み潰すことがねなかなか難しいんですけど、正面からねこうやって来る車にちょっとスピード出せばこうやって踏み潰せるんでね、まあおっと、まあ倒れても大丈夫、無敵がかかってる、よいしょ、ほらほらほらね、こうやって結構簡単にね踏み潰せたりするんですよね。はいはい、これぐらいの速度でもいけるね。あとものすごくスピード出せば後ろからね同じ方向を見て走ってる車も踏み潰せます。ちょっとやってみますか。よっ、じゃあねさ結構先にあの白い車めがけてね、あ、じゃあ右にしようか、よし、まあいいや、いいか、こいつでいいや、よっ、ほら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 、じゃあ戦争始めますか。よっ、さあさあさあかかってきなさい米軍の皆さん、すごくないこの爆撃の嵐、近いところに打ってもあんまり迫力がねちょっと伝わらないんで、こうやって遠くに打つとねやばいでしょこれ、近づくものみんな全てを傷つけるって本当まさにこのことですね。こっちもね強いは強いんですけど、ちょっとやっぱり迫力に欠けますよねこっちに比べて。でねこれ遠くに打つとね分かるんですけど、知ってますこいつ邪魔ですか、はい、どこら辺でやるとねよかったかな、あら暗くなっちゃった、じゃ対岸に向かってやりますか。すごくないこれ、すごくないこれやば本当にすごいよこれ、本当にマジやばいよこの車、メディカード拾った、ちょっと邪魔だなこいつ、ちょっとねあの対岸のね家の集合住宅にね向かってちょっとねぶっ放したいと思うんですけど、じゃあもう来るな、的がいると撃たせてもらえないじゃん、行くよ、また来たのか、もうこりんなお前らは、あんな遠い敵がいてもね、ほらほらほら当たるんですよ、あら違う敵もあると、はい、まったくこりんなお前らは、また来るんか、お、戦車ですね、初ですね多分こいつを退治するのは、降り注ぐ爆撃の嵐によって朽ち果てろって感じです。じゃあ行きます、すごくないですか、もうちょっと近づいた方がいいのか、やばくね、やばい、やばいっしょこれ、夜も寝れないっすよな住人たち、あ、また来たの、また来るじゃん、次戦車、また戦車かな、ちょっとあの住宅に向かって撃つのも個人的にはハマってるんです、すごくね、本物のね戦争はね絶対に嫌ですけど、ゲーム内ならもう何しても大丈夫でしょう、本当に戦争は嫌ですよ、恐怖ですよこんなの普通に考えて、なんでするんですよね、バカなんですよ、いやすごこれすごいぞマジで、すごくないこれ、あ、敵いなくても楽しい、めっちゃ撃てるじゃん、全然ヒートアップしないじゃん、だってフィーバーはね次出たら買った方がいいと思います、もしかしたらあの次来るね2日後ぐらいとかに多分エイリアンイベントが多分来ると思うんですけど、この流れだと
あんなにね遠くてもね、ほらほら当たるんですよ。すごっ、飛距離が長い。うわすげえな、すごいな。あれ狙えない、あれこの連射の能力との飛距離が、ね、遠すぎるおかげで、ね、すっごい楽しめる兵器となっていますよ。これは本当に正直、あそう正直言います、昨日のデストルコかっこよくてね、多分欲しかった人もいると思うんですけど、個人的にはよっぽどフィーバーの方がね楽しいです。これ本当にこんだけ連射できるもんだって。あん、でもちろんヘリもね、あれ君かよ、ロロ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 強っ。あ、夜やるとまた違うね、これ花火みたいな爆竹かな。すごくね、すごいぞこれ迫力が。やば、本当にやばい。これこっちだとやっぱ分かんないんですけど、本当にヒートアップこっち遅いんで、もうねむっちゃ長い時間待ってます。回復速度も速いですね、やっぱこっちも強いの。でもやっぱりねこっちのこの迫力には勝てない。やばいってこれ、数えてみるか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23。ヒートアップするまで23発撃てます。すごっ、いやすごっ。あのでも長押しだとダメなんですよ。こうやってね話しながらタップをすると、タップ音が聞こえてるかもしれないんですけど、マイクが拾ってたらね、23発も撃てます、ヒートアップするまでに。しかもまだこれ乗り物のヒートアップ全然上げてないからレベル2だからね。どっちも下がる時間とかもマックスにしたとき恐ろしいよね。やば、もうなんかもう米軍なんて目じゃないですよ本当に。こんなずっとここしか撃ってないけど、これ見るだけでも楽しくない？俺だけ？誰も住んでないしね多分。すごい花火だよ本当に。いやー楽しい。ではねこのね無敵戦車フューバーの、ね、レビュー動画なんですけど、個人的にはねデストルコよりよっぽどおすすめです。はい、でこれがあれば MC4 ファイアストーンもいらないかなって個人的には思ってます。いやもうすごい、だってね飛距離もすごいし迫力もすごいし連射能力もすごいしヒートアップね回復時間も早いってもう文句がないで、見た目もかっこいいし AI もロボットもついてるしってね。いやすごくねマジで。あそう、じゃあめっちゃ遠くに撃ちますか。こんなもんですよ飛距離。海の方向に向かってどれくらい飛ぶのか。ディズニーとかの水上昇とかありそう。あのユニバのあれとか、あのなんだっけ、ウォーターワールドとか水上の爆発ね、そんな感じ。一緒にしたら怒られそうだけど。そうありそうじゃない本当に、あの上を水上バイクが駆け抜けてさ、逃げろとか言うの。ちょっとすごい本当に撃ってるだけで楽しいもんだけど、すげー
ほんますげえ、これ動画始まってからだけど戦車とアイロンホース何台壊した。でももはや周りに敵がいなくなっちゃって、マップ上に敵いないんじゃない今。あ、警察がマジでいなくなった、諦めたかもしれない。また来たんかい。すごいよねやっぱり飛距離がさ、桁違いだもん本当に。あら、軍用ヘリ来てほしいな個人的に。ヘリに撃つのもねまた一挙なんですよ。当たらなかった時、当たらなかった時にすっごい上空に行ってから弧を描いて戻ってくるから、ね、よいしょ、余裕でこの間に回復。すごい、マジですげえ。お前かよ。じゃあアイロンホースをこのガトリンガーだけで倒します。多分敵に出てくる乗り物の中で一番耐久度高いと思うね、こいつが。3割4割ぐらい4割うん、違う4分の3分の2ぐらいかな。いた、いやすごいな、すごいな。ちょっと待って、これヒートアップが下がる。すごい本当に。なんか敵が来たけど、敵が来たけど、行くの。また来たんか本当に。ああ、そう。なかなか撃たせてもらえない。いやもうだいぶ撃ってるけど、ね、よいしょ、すっげえ本当に悪夢だよ本当に。米軍からしたらこんな兵器ね盗まれたら、ね、たまったもんじゃない。すごっ本当にすごい、無敵チートのせい。米軍がどめ攻撃してくる、いいな。でも攻撃全然当たってないよね多分こいつは。まともに攻撃される前に壊してる。こいつらの爆発に巻き込まれる危険性があるけど、すごい。じゃあ最後ね、盛大に花火打ち上げて終わりますか。じゃあいきますよ、ショーのフィナーレです。ベガス中にね花火打ち上げたいと思います。また来たんか、邪魔をするなショー。ちょっと先にねショーの邪魔をする。悪党だ、どっちが悪党だって話です。またもう、おーい、よし行け、ぶっ放せ。すげえな、綺麗な花火ですね、美しい花火ですよフリーザ様風に。なんかフリーザ様の気持ちが分かる。花火、いやすげえ、マジで楽しい本当にね。これマジで次エイリアイベントとか、確か俺エイリアイベントで買った気がする。エイリアイベント のパックで買った気がするけど、もう買ってねマジ2ヶ月以上マジで触れてこなかった。最初のあのガトリングを見てちょっと幻滅したんですよ。うーわなんだこれみたいな、こんなためにあれ買ったのかみたいな。けどもうね、何を言うとるだって話です。こんなに最高の武器が、ね、ありながらよく逆に気づかなかったね今ね。そんな最初ね始めたての頃だったんで、ギャングスターに知らついてあんまり分かってなかったから、この上のね矢印とかを見ることなかったんです。いいやマジで超楽しい、飽きない本当に。
こんだけ爆発したら飽きないでしょ。爆撃の嵐でほら飛距離はやばい、減る。やっぱ明るくなってからもね、明るくなってからでいい。足またへしゃげてからも敵にしちゃった。すごっ。早く終われって思ってる人いると思いますけど、いやマジで楽しすぎるんですよ。マジで絶対買った方がいい。これはマジで、うん、本当に後悔しない。あの、破壊するのが好きな人は絶対後悔しない。めっちゃ楽しいもんね。こんな連射できる車ないからね。デストルコもね、楽しかったんですけど、こんなの上回りますよ、余裕で。こんだけ打たせてもらえたら文句ないですよ、ね、はい、じゃあもうね、いつまでたってもこの調子じゃ終わらないので、この続きはね、動画外で俺が勝手に楽しもうと思います。ではね、めちゃくちゃ長い動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録と高評価お願いします。公式 LINE とかでね、情報も発信したりね、してるんで、あと Twitter もね、そちらのフォローもお願いします。ではね、動画を終わらさせていただきましょう。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おりゃー。